韓国外交部は17日、我々政府は、韓米間の緊密な協力を基盤にし、南北首脳会談で合意したように完全な非核化を通して、核のない朝鮮半島を達成するための努力に集中していくと改めて明かした。野牛独報道官はこの日の定例ブリーフィングで、非核化方式をめぐる米朝間のすれ違いがまみえる状況で、 どのような方法でも仲裁者の役割を果たすか、との質問に対してこのように回答した。また、中国との協力についても、中国も、朝鮮半島問題と関連し重要な役割を担っているだけに、中国政府が建設的な役割を継続していけるように、韓国政府は中国政府と緊密に協議し、 協力していると強調した。